こんにちは、TSFCM の中条です。ですね、普段はですね、オンリーストーリーズという会社でですね、業務改善の仕事をですね、週に2日ぐらいやってまして、今日はその中で Python で Gmail を送るというのを実装したので、今回はその紹介をしたいと思います。はい、ではですね、画面共有をしていきます。はい、ですね、じゃあ。これはこの辺に置いておきます。今回はですね、Mail with Python というフォルダを作りました。で、このフォルダの中に、どんどん Python のファイルだったりを入れていきます。要はですね、何でもいいんですけど、エディターの方にドラッグ&ドロップで持っておいてください。で、この状態で sample.py という、ファイルを作ります。前回サンプルだったんで、今回はじゃあ send.py にしましょう。はい。まあ、send.py というファイルを作りました。ではですね、今からここに、実装していこうと思います。ではですね、今回使う、インポートしたいものが3つありますので、まずはその3つをインポートしていきます。まずはですね、email.mime.text。こちらを、インポートしたいと思います。インポート mime.text ですね。はい。で、もう2個ですね、from。フォーマットデートですね。最後に、これはメールなので、インポートで SMTP リブですね。はい。で、この状態でですね、3つかけたらですね、メッセージというまず変数を作ります。mime テキスト。その中にですね、メールの本文を入力します。今回はですね、一旦ボディメッセージと書いておきましょう。これでボディメッセージという本文の内容で送られます。ではですね、あと、はい、メッセージの中にじゃあタイトルもつけたいので、サブジェクト、で、イコール、これでタイトルがサブジェクト、そして、本文がボディメッセージというメールが送られます。ですね、他にもですね、宛先と、あとは誰が送るのかっていうのも入れたいので、順番にやっていきます。from ですね。もう一回ちょっとかな。これは揃えたいですね。見やすいように。で、送り先としては、今回、お手持ちのメールアドレスをですね、まず from に定義してください。では次ですね、メッセージ to でイコールで、宛先ですね、誰に送りたいのか。今回はテストでですね、こちらのメールアドレスを使いたいと思います。では最後に、日付ですね。最後に date と入力をしてもらって、イコール、つけていただいて、で、これでメッセージが大丈夫かどうかちょっとテストしたいので、プリントと打ってもらって、メッセージ、これでですね、プリントでメッセージの中身を確認したいと思います。ではですね、一旦保存をしましょう。でですね、ターミナルも開いてるんですけど、この上の部分ですね、ターミナルからニューターミナルで新しくターミナルが開かれますと。はい。開かれましたね。じゃあ、ここで、ありますね。send.py というファイルがありますので、この中にですね、Python send.py。これを実行したいと思います。はい。取れてますね。バッチリ取れてます。メッセージの中にボディメッセージがあると。送る人がこの人で、送られる人がこの人ですね。となっております。はい。じゃあですね、続きを打っていきます。SMTP の中にですね、SMTP Lib。先ほどインポートしたやつですね。こちらの SMTP で設定をしたいと思います。今回はですね、Gmail を使うので、587ポートを使いたいと思います。gmail.com で587。はい。それで、Gmail の設定が完了で、あとはですね、順番に、
いきます。必要事項ですね。この辺ちょっと長いんですけど、後で YouTube の下の方にですね、コメントでまたいつものように書いておき、コードを書いておきますので、ご確認ください。長いんですけど、一個一個やってみます。これは絶対コピペした方がいいですね。で、ここまで言ったらですね、ログインする ID とパスワードが必要なので、ちょっと打ちますね。今回はですね、このメールアドレスを使いたいと思います。ここにパスワードですね。メールアドレスをパスワード。パスワードが、ね、今回テストでパスワードは変えてます。はい、mtp.sendmessage と。で、メッセージ。はい。で、最後に、クローズと。じゃあ、これで送られるのか、試してみたいと思います。多分、送られないです。まだ設定、Gmail 側でですね、1個設定しなければいけないんですけど、一旦これでどういう画面が出るのか、ちょっとやってみますね。はい。Python、オーシャンの P ですね。これでですね、保存してもらって、Python、end.py。これを実行しましょう。はい。そうするとですね、エラーが起きます。このエラーはね、ですね、Gmail 側で1個設定が必要なので、ちょっとそれだけやっていきます。Gmail 側の設定でですね、一個出しだけ、この https://myaccount.google.com、こちらにアクセスしていただいて、こちらですね、安全性の低いアプリの許可をする必要があります。で、これを許可します。そうすると、ここに有効になります。この状態で、メールが送られるようになりますので、まあ、設定が終わってない人はやってみてください。では、もう一度 Python send.py を入力します。はい。そうするとですね、さっきのエラーがなくなりました。で、メールが送られているか確認をしましょう。はい。まあ、ここにメールを送りました。この人から、サブジェクトというタイトルで、ボディメッセージという内容が送られてきました。はい。簡単ですね。これだけでメールを送ることができます。はい。では、ここで、今回はですね、このメルマガ配信というスプレッドシートの中に、この内容で、この送り先に、一個一個メールを送っていくというのを今回はやっていこうと思います。こちらスプレッドシートなんですけど、スプレッドシートと検索をしていただいて、この Google シートというのがありますので、こちらをクリックしていただいて、新しくですね、左上にプラスボタンがあるので、そちらを押す必要があります。こちら、パーソナルですね、こちらを選択していただいて、はい、ここですね、このプラスマークで、新しくスプレッドシートを作る。もしくはですね、ここにですね、直接スプレッドシート .new と、入力をして、エンターを押せば、新しくスプレッドシートが開かれますので、まあ、どちらでも大丈夫です、はい。今回はですね、このメールアドレスの一個一個にメールを送っていくというのをやっていこうと思います。はい、ではですね、最初に設定が必要なのでですね、こちらですね、console.developers.google.com。こちらちょっと長いんですけど、この URL を叩くとですね、大体この画面になります。はい。はい。ではですね、この Google Cloud Platform という画面が開かれますのでですね、ここに利用規約、チェックしていただいて、通知も許可していただいて、同意して続行。こちらの画面が最初に開かれると思うので、まずこれは、チェックして続行を押してください。そうするとですね、Google APIs のページに、飛びますと。で、まず何もないと思うので、このプロジェクトの選択から、新しいプロジェクト、こちらを押してください。はい。そうするとですね、プロジェクト名が聞かれますので、今回は、My Project Python とかにしておきますかね。Python Gmail とかにしましょう。はい。で、これで組織なしで大丈夫で、作成を押しましょう。はい。そうするとですね、プロジェクトが新しく作られます。はい。ちょっと、時間がかかるんですけど、操作しても大丈夫なので続けていきます。こちらですね、API とサービスを検索しますと書いてあるので、こちらにですね、2つ API を今回は使っていこうと思うので、まず、Google シートという、ありましたね。はい。Google シート。API、Google シート API というのを使いたいので、こちらですね、クリックしましょう。こちらですね。開
開きましたら有効にするというボタンを押してください。そうするとですね、ちょっと時間かかるんですけど API 有効にしています。はい、 API が今有効にされました。で、右側にあるこちらですね、認証情報作成というボタンがありますので、こちらを押してください。はい、でですね、この使用する API は Google シート API で大丈夫で、API を呼び出す場所としてはですね、こちら Web サーバー、括弧 Node.js、Tomcat など、こちらを選択してください。で、アプリケーションデータ。で、いえ、使用しません。はい、この2つにチェックを入力してください。で、最後にこちらの青いボタン、必要な認証情報として入力します。このサービスアカウント名としては、今回は Gmail、買った Python なんで、じゃあ Gmail Python とかにしておきますかね。わかりやすく名前を変更しておいた方がいいです。で、ロールはですね、プロジェクトの中の編集者を選択してください。はい。でですね、キーのタイプは JSON で大丈夫で、次へを押してください。はい。そうするとですね、サービスアカウントキーが作成されました。ということで、JSON のファイルが今、こちらダウンロードされました。では、こちらですね、ファインダーで表示しましょう。今、こちらですね。My Project Python Gmail という JSON が開かれました。ちょっと長いので、こちら一旦消していただいて、cred.json とかにしますかね。わかりやすく名前を変更しましょう。で、今使っている、この Mail with Python のフォルダの中にドラッグアンドドロップして入れておいてください。今、この2つになっていますね。はい。もう一つだけ、Google Cloud API というのも、追加したいと思います。ここにドライブ、どう打ちますかね。ドライブ。そうすると Google ドライブ API が出てきますね。はい、こちら Google ドライブ API を選択してください。こちらですね。Google ドライブ API というのが開かれました。こちらも有効にするというボタンを押しておいてください。はい、今この2つですね。スプレッドシートの API、そしてこの Google ドライブの API。この2つを有効にすることで、Python のファイルが、Gmail と連携することが可能になってくる。スプレッドシートと連携しつつ、Gmail に送ることができるので、はい、準備が整いました。で、もう一個だけ準備してほしいんですけど、ローカルにですね、pip インストールでですね、2つインストールするものがあります。gspread というものと、あともう一個はですね、oauth2client。はい、この2つですね、gspread と oauth2client。この2つをインストールしましょう。はい、ちょっと長いんですけど、インストールされます。はい、終わりましたね。はい、これで、設定完了なので、じゃあ実際にコードを書いていきます。ではですね、先ほどインポートしたものをちょっとここに追記していきますね。インポート、gspread ですね。あとはですね、先ほどの oauth2client とサービス。で、インポート、サービス、こちらかしら。この2つですね、インポートしたので、追加してください。一応こちらにコメント書いておきますね。こちらが Google API の設定部分。連携関係。はい、で上のこちらが、Gmail ですね。メール。送信関係。はい。で、大丈夫です。では、コードを打っていきましょう。じゃあ、スコープとして、4つですね、API URL を叩く必要があるので、ちょっとそちらを入力していこうと思います。ちょっとこちらはもうコピペしちゃいますね。よっ、ここにですね。4つの URL を入力してください。ですね、先ほど JSON ファイルを、キーとして取得しているので、そちらの、こちらもこちらに、記入していこうと思います。サービスアカウントコンビクレデンシャルズ .from JSON キーファイルネーム。はい。で、ここに、ファイルの名前なんですけど、先ほど、threads.json というのを入れているので、これですね。はい、でスコープをかけてあげてください。で、OK です。で、クライアントと
で、G スプレッド。オイソライズと。オイソライズ。はい。で、これ。はい。これで大丈夫だと思うので、じゃあ実際にデータが取れているかというのを確認したいと思うんですけど、ちょっと一旦シートというのを作りますね。前回はですね、ここに、メルマガ配信。メルマガ配信というスプレッドシートをのシート1を開きたい。ときは、これで動くはずなんですけど、実はですね、日本語がこれは使えません。なので、メルマガ配信というふうには取れないんですね。なのでですね、これを使わないやり方というのがあるので、それを今日は説明したいと思います。では、これは1個のやり方としてコメントするんですけど、今回はですね、こちら、この URL 見てほしいんですけど、docs.google.com/spreadsheet/d/ の後ですね、ちょっと見づらいんですけど、ここですね。で、スラッシュ、edit, sharp, gid, イコール0となっていると思うんですけど、この d スラッシュかの以降、edit の前まで、この部分が実はですね、キーとして、Google スプレッドシートを認識する URL の鍵となっています。なので、ここをコピーしましょう。で、それを合わせていきますと。はい。ではですね、スプレッドシート、アンダーバーキーとしておきましょう。で、ここに、この変数の中に先ほどの URL をこう載せてください。では、このキーを使って、スプレッドシートの情報を取りたいしたいと思います。ではですね、シート1という、変数を作りまして、クライアント。はい。クライアント .open by key の中に、先ほどのスプレッドシートキーですね。こちら。こちらを入力して、ドットワークシート。で、こちらに、シートの名前、今、はい、こちらですね、送り先とメール内容と書かれているので、まずは、シート1は送り先。送り先。で、もう一個ですね、これコピーをして、もう一個ここに貼り付けましょう。で、シート2の方は、メール内容ですね。このようにしましょう。はい。で、レコードを取りたいので、データという変数を作ります。では、この中にですね、シート1のデータを取得したいと思います。シート1.getAllRecords。これですね。はい。はい、GetAllRecords。これでデータが取得できると思うので、実際に取れるかどうか確認してみたいと思います。プリントでデータ。で、コマンド S。コントロール S。はい。でですね、ここに Python send.py。で、Enter をしましょう。そうすると、データが取得できるかな。はい。データ取得できますね。はい。はい、で、ちょっとこのデータだと見づらいので、from pprint import。pprint を使って見やすい形で取得したいと思います。はい。これでですね、もう一回実行しましょう。そうすると、ちょっと見やすくなりますかね。はい。今、3つのメールアドレスが、メールアドレスというキーを持って、この人に宛先はこれ、みたいな感じで、3つのレコードが取得できています。はい。では、ここから、順番にメールを送っていこうと思うんですけど、今ですね、こちらのメールの内容として、2つ用意しているので、次はですね、この2つを取得したいと思います。A 列の2行目と B 列の2行目。こちらを、取得します。なので、ですね、シート2で取得していると思うので、タイトルイコールシート2の中のセルで、ちょっと今回はもう直接いっちゃいますね。シート2の1。バリュー。これでタイトルを取得できて、もう一個、ボディ。メールの中身ですね。シート2.セル。
2の B ですの2番目ですね。で、バリュー。はい、これで取れてると思います。ちょっと取れてるかどうか確認しますね。2つ、EP プリントをつけて、ボディ、タイトル、で、コントロール S、コマンド S。で、Python、send と py を実行しましょう。はい、取れてますね。タイトルがご挨拶、そして、メールの本文がこれと。このバックスラッシュ N というのは開業ですね。見てみると、ここに開業があります。で、サマーってなってるのは何でかっていうとですね、送り先のところに、宛先で田中太郎ってなってるので、この続きにサマーって書いてメール本文が行くという感じですね。はい、そういう仕様にしております。はい、では続きをやっていきます。一旦、じゃあこれはコメントをしておきましょう。はい。で、ちなみにメールの部分はちょっと、実行したくないんでコメントをしております。はい。ではですね、続きやっていきます。ではですね、このメールアドレス何個あるのっていうのをまず取得したいじゃないですか。なので、ラストナンバーという変数を作ってください。ラストナンバー、これですかね、スペルは。で、イコール、レン、長さですね。で、データ。これでデータの中身が取得する。ができます。はい。まあ、3つデータがあるので、多分3が取れると思うんですけど、一応確認してみましょう。はい。プリントで、ラストナンバー。コマンド S、コントロール S。で、先ほどの Python を実行しましょう。はい。今、3が取得できました。なので、大丈夫です。ではですね、これもコメントしてもらって、続きにやっていきます。ではですね、順番に、法文で、データを Google と回していきたいと思います。では、for row range number としていきましょう。これで順番に、Excel の中身が1行ずつ実行する法文を作ることができます。はい、なので、誰かがここに新しく宛先を追加してメールアドレスを追加したとしても、この for 文は、ラストナンバーが4に変わるので、どんどん、このコードのままで実行することができます。はい、では、やっていきましょう。ここに、for 文を回していきます。まずはですね、フルネームという変数を作ります。で、この中にですね、宛先をどんどん入力していきたいので、ローとして、宛先ですかね。先って手入ってたかな？入ってないですね。はい。はい、宛先を今、フルネームという変数に代入しました。ちょっと一旦フルネームが取得できてるか確認しましょう。プリントで、フルネームしましょう。で、コントロール S、コマンド S で、先ほどの Python、send.py を入力します。はい、そうするとですね、取れてますね。株式会社 ABC 田中さんと、あと佐藤さんとジェフさん。この3人が取れています。なので大丈夫です。ではですね、続けていきます。あとはですね、メールを送りたいだけなのでですね、ちょっとこれを一個ずらしてコメントを外しましょうか。でですね、もうこのボディとして、メールの内容はもう取得できるので、ちょっとこれを使いたいと思います。ではですね、ここの直書きしているものをボディに変えてください。はい。でも、ボディだけだと、〇〇、何なの、サマーしか取れてないので、ここに、フルネームという変数も加えて、これで、誰々、例えば田中って残されて、ボディの中にサマー、お世話になってます、なんちゃらかんちゃらというのを取得することができて、メッセージの本文が完成します。で、タイトルはですね、ここで取得できているので、これをコピーしましょう。でですね、ここに、もうそのまま、コマンド V で貼り付けましょう。で、from としては、これ。この人が、この人にメールを送るとなっているので、この人になっている部分がちょっとまだ、おかしいと思うので、一旦これは消してもらって、宛先なので、データ、ここにメールアドレスというのが書かれているので、メールアドレスがキーになっています。なので、ローブの後のここにはメールアドレス、記入をします。大丈夫ですかね。コマンド S で保存しましょう。じゃあ一旦これでデータが取得できるのか、ちょっとプリントで中身を確認したいと思います。では先ほどの Python、send.py を実行します。
はい、取れてますね。めっちゃ取れてるな。はい。ちょっと汚いですけど、まあ、データは取得できるのが確認できたので大丈夫です。はい。これですね、マイムテキストの中身を今処理しているので、すごくぐちゃぐちゃになってますが、まあ、取得できているので大丈夫です。じゃあ、これはちょっとコメントしておきましょう。でですね、じゃあ次、メールを送るという部分に入っていきます。で、これコメント外して、タブで揃えていただき、ここですね、Gmail の設定をもうできているので OK で、じゃあこれで本当にメールが送られてくるのかというのを試していきます。はい。じゃあちょっと宛先なんですけど、ちょっとここだけ変えますね。テストで作っているこちらのメールアドレスからなので、こちらを使っていこうと思います。はい。ではですね、本当にこれが送られるのか、やっていきたいと思います。ではですね、はい。先ほどのコマンドですね、Python send.py を実行してください。さあ、あ、保存してなかった。はい、では保存してですね、先ほどの Python send.py これを実行しましょう。ほい。これで送られてくるか確認していきたいと思います。確認はですね、こちらのメールが送られてくるかなんですけど、じゃあ、ここで待ってますかね。お、来ましたね。はい。ご挨拶。ちょっと見てみましょう。株式会社 ABC 田中太郎様、お世話になってます。なんちゃらかんちゃらと。はい。あと2つが送られてくるはずなんですけど、来てますかね。来てますね。今3点になってるので。よ。はい。来てますね。今3通送ることができました。はい。佐藤五右衛門さん。あともう1個がジェフさん。はい。3つ来てますね。なのでですね、このメールアドレス、今、全部同じところに送るってなってるので、もう同じところに来てるんですけど、ここの名前をですね、変えたり、あのメールアドレスを変えたりすることで、楽に、変えることができます。またメールの内容やタイトルもこの辺を変えていただければ、簡単にメールの内容も変えることができるし、楽に送ることができるんじゃないかなと思います。このツールのボタンからスクリプトエディターで、Google Apps Script Sheet、通常ガスと呼ばれているものをで、JavaScript のコードでメールを送るっていうことも、実は簡単にできるんですけど、これには問題があって、50件か100件ぐらいしか送れないみたいな情報があるので、Python だったら、まあ、いくらでもそんなの関係なしにメールを送ることができるので、G Suite とか有料会員にならなくても、Python を使うことで、簡単に自動メールを送ったり、楽に作業することができると思います。なのでですね、ぜひ Python 試してみてはいかがでしょうか。はい。では、以上となります。いかがだったでしょうか。 TSFCM ではですね、この Python を使ってですね、機械学習に挑戦したり、Django で Web アプリケーションを作ったり、この LINE ボットを作ったり、いろんなことをやっております。コロナがすごい流行っていて、家にいて誰がこのコロナが問題になっているのかという問題がすごくあると思うんですね。でもこれ誰が問題か、別に中国が悪いだったり、世界の例えば旅行している人が悪いとか、そういうふうに行きがちなんですけど、それだって実は環境の問題だったりするんですね。その人間がいろんなところに行って森林伐採とかして、はい、もともと森とかに住んでいたですね、イノシシだったり、動物がですね、生きることができなくなったり、また人間と接する機会が多くなったりしてですね、例えばコウモリが、豚に感染して豚が人間に、感染する、このような状態が起こっているのは、環境問題だとか主な原因だったりするんですね。なので中国が一概に悪いというわけではないし、むしろ人間全員が悪いとも言えるんですね。この環境を変えてしまった人間が悪いとも言えるので、その辺も含めてですね、 TSFCM はですね、そのSDGs に行動で挑むというのを歌っているので、環境問題だったり、まあ、世界の社会問題だったりに、対応できるこのテクノロジーで挑むというのを鍵に、日々、アイデアを出し行動を書き、社会問題に挑んでおりますので、もし興味がある方はですね、 DSFCM のプログラミングの体験会だったり、まあ、個人的にメッセージをしたり、コメント欄に、こんなの作ったよでもいいですし、何かしら、また何かしらですね、コメントコンタクトを取ってくれると嬉しいです。また引き続きよろしくお願いいたします。それでは以上となります。TSFCM の中条でした。はい、良い一日をお過ごしください。さよなら。バイバイ。